はい、こんにちは。クレットチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、で、この動画が気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、グッドよろしくお願いいたします。それでは、参りましょう。はい、というわけで、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は4月1日の土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、こちらの動画をご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は鬼畜設定さん他店でプレイ人気景品の現状というタイトルでお送りしていこうかと思います。はい、でね、3日連チャンでね、ホゲータ、ニャオハ、これはちょっと忘れちゃいましたね、クワッスみたいな感じでしたねの、このぬいぐるみクッションを3日連チャンでね、鬼畜設定で攻略するという動画を上げているのですが、本日3体目のこの水色の、クワッスでしたかね、間違えたすいません、狙っていこうかと思います。で、お気づきだと思うのですが、これね、ちょっと前回の鬼畜設定の店舗とは違う店舗でやったんですよね。その鬼畜設定店舗でも、この子、おったのですが、一回持ち上げて、さすがに鬼畜設定すぎてやめました。で、他店できた時に、まあ、どうなのかなっていう感じで今、プレイをして狙っております。で、今、現状どうでしょうかね。パワー自体はそこまでひどいことはなさそうですね。で、この店舗の、特徴としては、シールドが少し高めですね。そうですね、少し高めなのですが、パワーが比較的強いという感じで、最近ね、私こちらの店舗の方がお気に入りになっておりますね。まあ、シールドが高いとはいえね、パワーがそこそこあるので、まあ、タグ掛けだったりぶっ刺しだったりね、その辺はなんか使えるので、まあ、景品が動くという意味ですね。本当に鬼畜設定のね、前回前々回の店舗はね、景品自体が動かなかったのでね、やってる側でも全然面白くなかったんですが、ここはね、パワー自体はそこそこあるので、まあ、あとは私の実力次第かなという感じで狙っております。はい、というわけで続いては、ちょっとね、このシールド近づきすぎて詰まっちゃっているので、奥アームと手前アームですね。で、2本アームで掴むようなイメージですね。まあ、ちょっとイレギュラーな動きを求めて狙っております。さあ、どうでしょう。おっと、いい感じですね。フィールド中央部に寄ってきましたね。というわけで、これ、このまま、ちょっと裏側なんで分かりづらいのですが、首で寄せていこうかと思います。この首に爪が引っかかれば、なかなかね、寄せが効くと思うのですが、まあ、悪くないですね。左アームでね、こう、寄せようという感じの景品の動きがなっているので、パワーはやはりね、こちらの店舗の方がありそうなので、これは期待できそうかなと思います。というわけで、もう一度同じように狙っていきます。今度は先ほどより甘めに寄せております。ホクアームが関与するように、悪くはなかったんですかね。うん、ちょっと微妙でしたね。はい、というわけで、今度は、3本でしっかり持っていきましょうか。下半身を3本持って反応を見ていこうかと思います。イメージとしてはね、右上に、引っ張っていくようなイメージで狙ってあります。さあ、どうでしょう。おっと、これまさかのシールド乗せ成功しましたね。かなりいい感じになりましたね。はい、というわけで、ここもう首までしっかりシールド乗っているので、クルリンパで狙うのですが、さあ、どうでしょう。さあ、来い。これね、今ね、ミスではないんですよ。この濃い水色のへこんでる部分ありますでしょうか。頭と顔の境目っていうんですかね。そこにアームをね、入れたくないんですよね。これ入れちゃうとね、必ず持ち上げて、ニャオハと同じパターンで引っ張ってしまうので、そこにはかけたくない位置でクロリンパを狙っているのですが、ちょっとこれもダメでしたね。やはりね、重心残しのクロリンパは最終的にね、難しいところがあるんですが。はい、というわけで、これは、一旦下半身を持ってね、クルリンパ寄せを狙っていきます。私、最近ちょこちょこやっている技なのですが、さあ、どうでしょうか。うん、残念ですね。失敗ですね。はい、というわけで、一旦初期位置にしていただきました。はい、で、このね、水色の子ね、初期位置タグ書きが可能なんですよ。
なので、ここ狙えそうなので狙っていこうかと思います。まあ、これね、正直ね、高確率ゾーンなのでね、スタッフさんの置き方次第では一撃で攻略可能かもしれません。さあ、どうでしょうか。来たぞ、来たぞ、来たぞ。あーどーん、ここまでしか寄せれないですか。まあでもね、これね、ちょっといいのがあって、シールドにね、手が少し乗ってますよね。これが結構重要なんですよ。で、今度は左アームで首寄せていきます。先ほども首寄せだったのですが、今回の違いはこれですね。景品が少しシールドに乗っているのでね、振るだけでいい感じになっちゃうんですね。はい、というわけで、今度もクルリンプ狙います。先ほど言ったように、このくぼみにはアーム、あ、どうだこれは。ちょっと微妙な気もしますが、サードだ。おっと、まさかの欲しいですね、今のね。頭が重たくて、上側に逃げちゃいましたね。はい、というわけで、ここは慌てず、一旦奥アームで、体、ボディを押していこうかと思いますが、ちょっとさすがに無理でしたね。うん、フィニッシュまで行きませんでしたね。はい、というわけで続いてここは可動域的にもまだまだアーム届くので下半身、奥アームと右アームで下半身を引っ張るように狙っていきます。さあどうだ、うん、来ましたね。無事にマッチョが引っ張り寄せでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。これね、可動域とパワーさえあれば、ここ高確率ゾーンなんですよね。で、しっかりね、このスワック、ごめんなさい、名前をちょっと間違えてると思うんですが、この首で奥アームと左アームで引っ張る感じですね。これはかなり最後自分の思う通りにフィニッシュが決まりましたねと思っていたんですが、思った以上に天気保険結構使っちゃってましたね。まあとりあえずゲットです。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、というわけで続いてはこちらの超巨大ドーム型クロミちゃんのクッションですね。でね、視聴者さんがね、ドーム型の攻略を知りたいと言っていただいたのですが、私ね、あ、ちょっとこれ、アーム見といてください。最後、アーム、これです。これで見といてください。はい、分かりました。開くのが異常に遅かったですね。おそらくこれは確率の予感です。というわけで、ど真ん中持ちでいこうかと思います。さあ、先ほどの私の予感はこれはどうでしょうか。来ましたね。はいはいはい、来ましたよ。はい、ゲットですね。はい、無事にマッチョが計画確率、計画ではないですね。ゲットです。さあ、予測確率、確率予測でゲットですね。はい。リプレイで見ていきましょう。さあ、先ほどね、やっぱりアームが開くのが異常に遅かったんですよね。なので、もしかしたらこれは確率かなと思って、とりあえず真ん中掴んでみたら、まさかの予測的中でしたね。この超巨大ドーム型クッションを持ち上げ、これなかなかすごいですね。なかなか迫力満点です。お、確率、これね、確率じゃないとやはりゲットが難しいかなと思いましたね。まあシールドは低いので奇跡があるかもしれませんが、まあ、私はここで確率でゲットできたので、もうこれ以上は深追いはせずに、お得に200円でクロミちゃんゲットです。はい、というわけで、本日もクレッチョジムからお送りいたしました。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。